はいさーい、ぐすよ、中華なびら、こむやいびん、今日はですね、自宅から、ユースリムでだいぶ公開練習してます。ライブ配信してます。いつもは YouTube でアップしたりするんですけどね、時々家で、自宅で一人で三振練習してもつまんないし、誰か一人でも、見てくれると、なんか励みにもなるし、でもいろんな妄想しながら、あれ、三振、興味がある方なのかな、プロの方なのかな、上手い人なのかなとかですね、いろんな想像しながら、緊張感も持って、ユーストリームでライブ配信すると、すごいなんか上達が早くなるような気がします。11月、今日7日、7日ですよね、もう一応、明日休みということで、この休みの前の日は遅い時間まで、三品茶を飲んで、三線を弾いてます。沖縄はですね、もう11月だっていうのも暑いです。今、汗かいてます。冷房入れてない、冷房入れたいぐらいなんですけどね、外はちょっと涼しいんですけどね、家の中はあったかいですね。沖縄といえば、塩せんべい。すごい、いい塩せんべいを見つけました。こんなちょっとスモールの塩せんべいで、厚みもあってですね、美味しいです。子供の頃、今もそうですけど、とっても貧乏だったんで、もうこの塩せんべい、当時、1円ではありません。1セント、ドルの時代だったんですよ。私が中学2年生までドルの時代でしてね、1セントでした。で、これはお茶ですけど、当時、コカ・コーラ。コーラが5セントでしたね。今で言うと何円でもないですね。本当、5セント、確か5セントでしたね。パンとコーラで11セントぐらいで、買いましたのでね。で、沖縄といえば、自販機。ジョージアの缶コーヒー。もう一応コーヒー中毒で、毎朝もコーヒー飲まないと。なんかイライラするぐらいコーヒー大好きです。でも、そんな南国沖縄でも、ちょっと朝は寒くなったりするんですけどね、ホットコーヒー飲みたいなと思っても自販機は、なぜかまだ、もしかして年中アイスっていう感じの、自販機もあるようですね。何を練習しようかな。あ、じゃあ、冷やみかち節、久しぶりに、練習したいと思います。冷やみかち節を弾くと疲れていても元気が出るんですよね。とってもポジティブな歌が好きです。何たちうちな宝島でむる、宝島の沖縄、世界に広めようよという歌詞がとっても好きです。それに、私が最近、歌詞を浮かんだ曲を載せて、弾いてみたいと思います。冷やみかち節。歌詞で弾きたいと思います。
でした。YouTube を、ご覧の皆さん、ブログをご覧の皆さん、ユースリブをご覧の皆さん、いつも三線1年生なんですけどね、その三線の、楽しさを、伝えたくて、動画でアップしてます。三線広め隊員のコムです。1年生なんですけどね、間もなく三線始めて、もう2年になります。早いですね。あっという間でしたね。本当にこの1年間、三振に夢中になって練習して、音楽の成績も10段階評価でずっと2だった、私が、音痴だった私が、なぜか音楽に目覚めてしまって、こんな楽しい趣味、初めての、体感です。そんな思いで、三振に行ってます。最近は内縄口も沖縄の方言も教えてほしいなんてメールが来るんですけどね、暑いっていうことに、暑いっていうのを沖縄の方言で、あちさぬって言います。で、これ敬語もありましてね、敬語だったら、あちさいびーんとか、私も30年沖縄離れてたんで、方言が、わかんなくてですね、聞くことはなんとかできるんですけど、話すことがもうできなくなってたんですが、最近は、沖縄民謡をやったおかげで、始めたおかげで、内縄口、沖縄の方言も、たくさん勉強できます。そんな感じです。ではまた、またやさい。グブリーサビタン。